パソ派は、聖教会が広く信仰されている諸国で作られる歌詞である。大時の間に節制されていた乳製品と鶏卵を用いて作られる。復活祭のためのクリーチという円筒形のケーキと、共に自慢習慣の間に作られ、盛大土曜日に教会に持ち寄られ、復活大祭の鉄や等の後に正規用紙される。料理の名は、 聖教会の復活祭であるパスハから来ている。パスハはトボログと呼ばれるカッテージチーズに似たカード、バターと卵黄から作られる伝統的な復活大祭の料理である。その白い色はハリストスの純血、神の子羊、そして復活の喜びを象徴している。期限千年頃にロシアに到来した中央アジアの遊牧民が持ち込んだ乳製品が パソ派の起源になったと考えられている。また、レアチーズケーキはパソ派から生まれた菓子だと言われることも、ある。ロシア製教会の伝統では、パソ派は、普通、四角錐型に成形される。この形は、教会の象徴であり、ハリストスの墓を表すとも言われる。パソ派は、伝統的に分解して洗うことが可能な、パソチニツァと呼ばれる木枠で作られるが、近年では、 プラスチックのような近代的な素材の型も使われている。型には乳製が抜けるように穴が開いている。バニラやアーモンドエッセンスで香りをつけ、レーズンや果物の砂糖漬けを加えることもある。作り方はパス派の材料をよく混ぜ合わせて鍋に入れ、弱火で加熱してからガーゼを敷いた型に詰めて18から24時間ほど重しをして乳製を抜いて押し固めるものと、 加熱せずに型に入れて固めるものの二通りがある。四角錐の型以外に、シャルロット、クグロフ、テリーヌの型、あるいは洗った花瓶に入れて成形されることもある。パス葉の表面は、アーモンドや果物の砂糖漬けを用いて、伝統的な宗教的象徴で飾られる。例えばラバルム、八単十字架、との文字、卵、そして、 ハリストスの受難と復活を象徴するランスなどが描かれる。パスハの周りには、ハリストス復活のシンボルである彩色された卵が飾りとして置かれる。サンクトペテルブルクのイタリ製三社教会。クリーチとパスハの名で知られる。18世紀に建てられたサンクトペテルブルクのイタリ製三社教会は、円形建築物がクリーチに、 隣のピラミッド型の首郎がパソ派に似ているため、クリーチとパソ派の名で知られている。ありがとうございます。